はじめに、相互の礼を行いたいと思いますので、全員のご起立をお願いします。相互に礼。続きまして、町民憲章の昭和をお願いします。最初に全文を読み上げますので、その後一つと言ったらご章和をお願いします。私たちは、爽やかな大田川の流れと山の緑に囲まれた 文化の香り高い三木の里の町民であることに誇りを持ち、活力と希望に満ちた町を目指してこの検証を定めます。一つ、自然を大切にします。一つ、元に誇りを持ち、元気に働きます。一つ、明るい家庭をつくり、青少年をます1つくり。一つ、助け合い、心の触れ合う町をつくり。 一つ決まりを守り安全で住みよい町ありがとうございましたご着席ください <laughs> 出席議員が定足数に達しておりますのでただいまから令和5年12月森町議会定例会を開会します これから本日の会議を開きます。発言するとき、発言が終了したときにマイクボタンを押すようにお願いします。ここでお諮りします。森町議会会議規則第51条に会議において発言しようとする者は、起立して議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならないとあります。本定例会は、 新型コロナウイルス等の感染症対策を継続するため、着座のまま挙手をして議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議,異議なしと認めます。したがって発言するときは、着座のまま挙手をして議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしました。 それでは日程に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は森町議会会議室第127条の規定によって2番、清水健一君及び3番、佐藤昭孝君を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お上がりします。 本定例会の会期は本日から12月21日までの17日間にしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。従って会期は本日から12月21日までの17日間に決定しました。日程第3、報告事項について、監査員から例月水道検査の結果についての報告が 来ておりますサイドブックス掲載の通りでございますのでご了承お願いますここで平田総務課長から発言を求められていますのでこれを許します<上>平田総務課長総務課長です11月29日開催の11月臨時会におきまして 議案第71号から74号まで、4議案一括質疑において、西田議員からの質問に、私の答弁が最低賃金の改正に伴う会計年度任用職員の賃金見直しを11月実施と答弁をいたしましたけれども、10月実施の間違いでしたので、訂正してここでお詫び申し上げます。 日程第4、議案第77号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第77号、人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条、 第3項の規定に基づき、下記の者のを人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める、き、氏名、村松佳代子、令和5年12月5日提出、森町長、太田康夫、以上です。本案について、 提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上提されました議案第七十七号人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の説明を申し上げます人権擁護委員は人権擁護委員法において国民に保障されている基本的人権を擁護し 自由人人権権思想の普及・をを図るため全国に人権擁護委員を置くとされております本案は現在人権擁護委員として活動されている河出靖子氏が令和6年3月31日をもって任期満了となり退任することとなったため後任として新たに村松佳代子氏を人権擁護委員候補者に推薦いたしたく 人権擁護院法第6条第3項の規定に基づき議会のの意見を求めるものであります今回提案いたしました村松佳代子氏は森町社会福祉協議会や介護事業所に勤務し福祉活動に精霊されまた子育て中には保護者として学校に関わり PTA 活動に献身的なご活躍をいただくとともに 平成25年10月から令和3年9月までの2期8年にわたり森町教育委員会委員としてもご活躍されました現在は森町高齢者保健福祉計画審議会会長また生活支援や読み聞かせボランティアをされています明朗誠実な人柄で地域の方々からの信頼も厚くまた 地域の事情に精通するとともに人権擁護に関する見識も高く委員の候補者として適任であると存じますので推薦するものでありますなお任期は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間となります以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議をお願い申し上げます これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。質疑なしと認めます。お諮りします。本案は討論を省略し。 ただちに採決したいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。これから議案第77号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。従って議案第77号は同意することに決定しました。日程第5。 議案第78号、森町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第78号、森町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。 森町水道事業の設置等に関する条例、昭和48年森町条例第27号、閉じるの一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める、令和5年12月5日提出、森町長 大田康夫以上です。本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上程されました議案第78号森町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます本案は 森町公共下水道事業が令和6年4月1日から地方公営企業法の全部を適用することに伴い森町水道事業の設置等に関する条例に公共下水道事業を加える改正を行うもので併せて関係する森町公共下水道事業特別会計条例の廃止及び 森町組織条例の一部改正を行うものであります。なお、施行日につきましては、令和六年四月一日とするものであります。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。日程第六。議案第七十九号。森町職員。 定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、議長内藤事務局長。朗読します。議案第七十九号。森町職員定数条例の一部を改正する条例について。森町職員定数条例。括弧昭和三十九年。 森町条例第34号、括弧取りるの一部を改正する条例を、別紙のとおり制定したいから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める、令和5年12月5日提出、森町長、大手安を以上です。 本案について提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま、上程されました議案第79号、森町職員定数条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。本案は、9月定例会で5ヶ月いただきました森町組織条例の一部を改正する条例により、 政策・企画化を新設しシティプロモーションの強化デジタルトランスフォーメーションの推進等を行うための増員また今後の行政事業等を考慮し <laughs> 定数の見直しを行い加えて公共下水道事業が地方公営企業となることから必要な改正を行うものでございます改正の内容でありますが 1> 第1条に規定する地方公営企業の水道事業を水道事業および公共下水道事業とするとともに第2条第2号に規定する町長の事務部局の職員142人を155人とし第2条第8号に規定する地方公営企業の水道事業を水道事業および公共下水道事業とし 人人を10人に改正すするものでありますなお施行日につきましては森町組織条例の改正と合わせ令和6年4月1日とするものであります以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議のほどお願い申し上げます。日程第第議案第80号 森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします職員に議案を朗読させます、はい、内藤事務局長朗読します議案第80号森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について森町国民健康保険税条例 昭和34年森町条例第8号括弧閉じるの一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいから地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める令和5年12月5日提出森町長太田康雄以上です。 本案について提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま、上提されました議案第80号、森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。本案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法等の一部を改正する法律が交付され出産する予定または出産した被保険者の国民健康保険税の免除措置が令和6年1月1日から施行されることから法改正に合わせて所要の改正を行うものでございます主な内容は出産予定日または出産日が属する月の 前月から出産予定日または出産月が属する月の翌々月までの4ヶ月分について被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額を全額減額するものでございまして多体妊娠の場合にあっては出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前からの 6ヶ月分を全額減額するものでございますまた妊娠85日4ヶ月以上の死産、流産、人工妊娠中絶の方も対象とするものでありますなお施行日が令和6年1月1日となることから11月中に出産された方は <laughs> 令和6年1月の所得割額と均等割額の1か月分を全額減額対象とするものであります。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。日程第8、議案第81号、令和5年度森町一般会計補正予算。 第9号を議題とします職員に議案を朗読させます、はい、内藤事務局長朗読します議案第81号令和5年度森町一般会計補正予算第9号を閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき 令和5年度森町一般会計補正予算、括弧第9号括弧閉じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める令和5年12月5日提出、森町長太田康夫、以上です。 本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上程されました議案第81号令和5年度森町一般会計補正予算第9号について提案理由の説明を申し上げます本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億 八千八百十二万二千円を追加し。補正後の歳入歳出予算の総額を。歳入歳出それぞれ。百飛び六億。四千二百八十四万五千とするものであります。十ページ第二表。繰り越し免許費につきましては。事業の進捗状況に基づきまして。令和六年度に繰り越す事業。及び金額を計上するものでございます。 11巻1項の原年発生林道補助災害復旧事業につきましては鍛島地内の林道栗の島線および亀保地内の林道杉沢線にかかる原年発生林道補助災害復旧工事3カ所分について資材調達や工事着手に時間を要する見込みであり本年度内に工事の完了が困難な状況でありますので 令和6年度に繰り越して事業を実施すするものでございます11ページ第3表債務負担行為補正につきましてはまず包括業務委託料につきましては令和6年度から放課後児童クラブ業務特別支援学級および図書館窓口業務等の業務を担う会計年度任用職員について 安定的な人材の確保と管理事務の軽減等を鑑みまとめて民間事業者に委託を行うこととするため新年度当初から業務に支障が生じないよう業務委託契約事務等を進めるため設定するものでございます次に森林環境税システム改修業務委託料につきましては 森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国税として1人当たり年額1,000円が課税され市町村が付加徴収する必要があるためこれに対応するためのシステム改修を行うものです。付加徴収業務に向け支障が生じないよう業務委託契約事務等を進めるため設定するものでございます。 12ページ第4表地方債補正につきましては公共土木施設災害復旧事業につきまして梶島橋の仮橋仮設撤去工事に伴う電柱移転にかかる保証費の財源として限度額を増額する変更でございます。それでは以下、事項別明細書により補正の概要を採出から申し上げます。 9 10ページ。二巻一項五目財産管理費1億円につきましては本年度いただきましたふるさと応援寄付金の一部を基金に積み立てるものでございますが寄付の見込み額の増加に伴い積み立て額を増額するものでございます二項一目企画総務費1億円は ふるさと納税推進事業費につきまして、ふるさと応援寄付金の見込み増額に伴い、委託料等を増額するものでございます。11、12ページ。四項一目。戸籍住民基本代帳費1730万飛び8000円のうち、委託料1700飛び2万8000円につきましては、 海外転出者のマイナンバーカードが海外でも身分証明書として利用できるよう。マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記に対応するための。住民基本台帳システム改修委託料等でございます。三項一項一三冠一項一目社会福祉総務費九百十三万四千円につきましては。 心身障害児者福祉費および自立支援給付費の令和4年度事業の生産に伴う国および県への返還金でございます。1314ページ4目老人福祉費685万2千円のうち介護保険事務費繰り出し金635万7千円につきましては、 介護保険システム回収費にかかる一般会計からの繰り出金でございます。二項一目児童福祉総務費191万6000円につきましては、児童 <laughs> 虐待、DV 対策等総合支援事業費、および子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費、事業費の 令和4年度の生産に伴う県への返還金でございます。<coughs> <coughs> 3目保育園費2462万2000円につきましては、子ども・子育て支援交付金、可燃度返還金581万3000円、および保育所 整備交付金可燃度返還金1718万5000円等の令和4年度に実施しました各交付金にかかる事業の生産に伴う県への返還金でございます。15、16ページ。四巻一行二目。予防費1000と飛びとび6万6000円のうち、 補助費910万円につきましては、子ども医療費扶助費について、季節性インフルエンザ等の新たな感染症の拡大により、対象事業費が増加し、補正をお願いするものと、未熟児療育医療費扶助費について、対象事業費が当初予算で見込んだ額を上回る見込みとなったことから、追加の補正をお願いするものでございます。 17 18ページ八巻2項3目道路新設改良費113万4000円につきましては県の実施する県道袋井春野線および藤枝天竜線の事業費の増加に伴い負担金の追加をお願いするものでございます参考2目河川維持改修費 三百三十九万一千円につきましては県の実施する県道山梨一宮線改修に伴う水路付け替えのための公有財産購入費でございます五項一目住宅管理費180万円につきましては建築,物建築物等耐震化促進事業費補助金について申請状況から 在宅避難割増を十二個分増額するものでございます。十九二十ページ十 <coughs> 巻七項二目体育施設費百二十四万九千につきましては定期点検で破損が確認された上映グランドトイレ浄化槽について。 改修を行うための町営グランドトイレ浄化槽改修工事設計委託料90万とび5000円と改修工事が完了するまでの間に行われる大規模な行事の際に設置する仮設トイレ借り上げ料34万4000円でございます。11巻2項1目公共土木施設災害復旧費800万円につきましては、 本年6月の豪雨により被災した梶島橋の仮橋仮設撤去工事にかかる電柱移転補償費でございます。続きまして歳入についてご説明申し上げます。5・6ページ15巻一項一目民生費国庫負担金123万5千円のうち 児童手当国庫負担金110万円につきましては児童手当支給対象年齢のうち0歳から3歳未満児童の転入件数が見込みを上回るため補正するものでございます二項一目総務費国庫補助金1196万9000円につきましてはマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記に対応するための 住民基本台帳システム改修委託料等に対する国庫補助金でございます。16巻一行4目土木費県負担金339万1 0円につきましては、県道山梨一宮線改修に伴う水路付け替えのための公有財産購入費に対する県負担金でございます。78ページ 2項五目土木費兼補助金180万円につきましては建築物等耐震化促進事業費補助金に対する兼補助金で在宅避難割増分でございます十八巻一項二目総務費寄付金二億円につきましてはふるさと応援寄付金いわゆるふるさと納税でございますが 本年度の寄付額の見込みにより、増額するものでございます。十九巻一項一目特別会計繰入金。一千三百十万とびきゅうせいにつきましては。令和四年度の介護保険特別会計の給付事業等の実績に基づく。生産金の受け入れでございます。二十巻一項一目繰り越し金。 4667万6000円につきましては財源調、財源調整としての計上でございます。22巻一行九目災害復旧債800万円につきましては、本年6月の豪雨により被災した梶島橋の仮,設仮橋仮設撤去工事にかかる 電柱移転保証費に対する公共土木施設災害復旧債でございます。以上が令和5年度森町一般会計補正予算第9号の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。日程第第議案第82号 令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算、第3号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第82号、令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算、第3号、じる。 地方自治法第218条第1項の規定に基づき、令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算、括弧第3号括弧閉じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める、令和5年12月 5日提出。森町長、太田康夫、以上です。本案について提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま上程されました議案第82号、令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算第3号について提案理由の説明を申し上げます。 本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2万4千円を追加し補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7千とび79万5千とするものであります以下時効別明細書により補正の内容を歳出から申し上げます7 8ページ 一行三目償還金2万4000円につきましては、令和4年度に実施いたしました、国保ヘルスワップ事業の事業費の実績が確定したことにより、保険給付費等交付金のうちの特別交付金を県に返還するものでございます。次に歳入について申し上げます。5 6ページ、1巻1項1目 一般被保険者国民健康保険税3万1千円の減額につきましては令和6年1月から施行される出産予定または出産をした国民健康保険被保険者にかかる所得割および均等割の免除について国の示す算出方法により算出した免除額相当分を減額するものでございます。 6巻一項一目一般会計繰入金3万1千円につきましては出産予定または出産をした国民健康保険非保険者にかかる所得割および均等割の免除,免除額相当分について一般会計からの繰入れを行うものでございます七巻一項一目繰り越し金2万4千円につきましては 財源財源調整としての計上でございます以上が令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算第3号の内容でございますよろしくご審議のほどお願いいたします日程第10議案第83号令和5年度森町介護保険特別会計補正予算括弧 第2号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、議長内藤事務局長。朗読します。議案第83号、令和5年度森町介護保険特別会計補正予算、括弧第2号を括を閉じる、地方自治法第218条第1項の規定に基づき、 令和5年度森町介護保険特別会計補正予算、括弧第2号括弧閉じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める、令和5年12月5日提出、森町長、大田康夫、以上です。 本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上程されました議案第83号令和5年度森町介護保険特別会計補正予算第2号について提案理由の説明を申し上げます本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 四千百四十五万六千円を追加し。補正後の歳入歳出予算の総額を。歳入歳出それぞれ。二十三億四千三百八十五万三千円とするものであります。以下、事項別明細書により、補正の内容を歳出から申し上げます。七八ページ、一貫一校一目、一般管理費。 3万3千円につきましては、令和6年4月施行の介護保険制度の改正に伴い本庁が保有する介護保険システムの改修に必要な委託料でございます。七冠一行二目償還金2 0とび61万4千円につきましては令和4年度の介護給付費等にかかる 国、県の負担金の生産に伴う返還金でございます。七冠二項一目、一般会計繰り出し金、1310万とび9000につきましては、令和4年度の介護給付費等にかかる町の負担金の生産に伴う繰り出し金でございます。続きまして、歳入についてご説明申し上げます。5 6ページ 三冠二項四目システム改修事業費補助金137万6千円及び七冠一項四目事務費負担金等繰り入れ金635万7千円につきましては介護保険システム改修にかかる国庫補助金及び町負担金分を一般会計から繰り入れるものでございます四冠一項一目 介護給付費交付金217万5千円4巻1項2目地域支援事業支援交付金168万5千円7巻1項5目低所得者保険料軽減繰り入れ金49万2千円につきましては令和4年度の介護給付費等にかかる支払い基金町の負担金分の生算に伴う追加交付金 八巻一項一目繰越金2,865万円につきましては歳出に対する財源調整としての計上でございます。十巻三項三目雑入72万1千円につきましては袋井市森町介護認定審査会の 令和4年度の生産に伴う負担金の返還金でございます。以上が令和5年度森町介護保険特別会計補正予算第2号の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。日程第11議案第84号令和5年度 森町水道事業会計補正予算第1号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第84号、令和5年度森町水道事業会計補正予算第1号括弧閉じる、地方自治法第218条 1> 第1項の規定に基づき、令和5年度森町水道事業会計補正予算、括弧第1項閉じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める、令和5年12月5日提出、森町長、太田康夫、以上です。 本案について提案理由の説明を求めます町長太田康夫君ただいま上提されました議案第84号令和5年度森町水道事業会計補正予算第1号について提案理由の説明を申し上げます本案は投資予算第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額におきまして 収益的支出の営業費用に500万円を追加し補正後の収益的支出予定額を3億万4とすす。るものでございますそれでは補正の概要を申し上げますので付属資料の12ページをご覧ください。収益的収入及び支出の明細 支出の営業費用でございますが浄水道施設の突発的な漏水の修繕により当初見込んだ予算に不足が見込まれるため修繕費500万円の増額をお願いするものでございます以上が令和5年度森町水道事業会計補正予算第1号の内容でございますよろしくご審議のほどお願いいたします 日程第12、議案第85号、静岡県市長総合事務組合の規約の変更についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。内藤事務局長。朗読します。議案第85号、静岡県市長総合事務組合の規約の変更について。 地方自治法、昭和22年法律第67号を閉じる第286条第1項の規定により静岡県市長総合事務組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める令和5年12月5日提出 森町長、太田康夫、以上です本案について提案理由の説明を求めます町長、太田康夫君ただいま上提されました議案第八十五号静岡県市長総合事務組合の規約の変更について提案理由の説明を申し上げます今回の変更は 本組合に加入している浜名湖協定企業団が浜名湖ボートレース企業団に名称変更するため規約を変更するにあたり地方自治法第二百九十条の規定に基づき組合を構成する市・町組合議会の議決を求めるものでございます以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議のほどお願い申し上げます 日程第13、議案第86号、森町道路線の認定についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、議長内藤事務局長。朗読します。議案第86号、森町道路線の認定について、道路法、昭和27年法律第180号、括弧閉じる。 第八条第一項の規定に基づき、森町道路線を下記の通り認定したいので、道場第二項の規定により、議会の議決を求める令和五年十二月五日提出、森町長安以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。 町長々太田康夫君議案第86号森町道路線の認定について提案理由の説明を申し上げます路線の位置・延長・福音等につきましてはお手元にお配りいたしました議案及び一途のとおりでございます今回認定する路線は沿田・柳中線・梶島橋・橋梶島刈橋線の 2路線でございますまず塩田谷中線でございますが県道山梨一宮線のバイパス整備事業に伴う県との協議の中で事業完了後現路線は町道として引き受けることとされております。また水路付け替えのための用地買収前までに現路線を町道認定することを求められているため 新たに認定するものでございます次に梶島・刈橋線でございますが長道梶島・大久保線の梶島橋仮設工事を実施しておりまして刈橋を含む迂回路を新たな路線として認定するものでございます以上の2路線の長道路線の認定につきましては道路法第8条第2項の規定に基づき 議議会のの決を求めるものでございます以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。日程第14、認定第11号、令和4年度、太田川・原宿川治水水防組合会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。認定第11号、令和4年度大田川・原谷川地水水防組合会計歳入歳出決算認定について、大田川・原谷川地水水防組合の解散に伴い、地方自治法、括弧、昭和22年、 法律第67号括弧閉じる第292条により、順用する地方自治法施行令括弧昭和22年、政令第16号括弧閉じる第5条第3項の規定に基づき、令和4年度太田川・原野川治水水防組合会計歳入歳出決算を、別紙・監査委員の意見をつけて、 議会の認定に付する。令和五年。十二月五日提出。森町長。大田康夫。以上です。本件について、提案理由の説明を求めます。町長大田康夫君。認定第十一号。令和四年度。大田川原野江川。 治水水防組合会計歳入歳出決算認定について提案理由の説明を申し上げます本組合は岩田市、掛川市、袋井市、森町の三市一町で組織され各市・町の水防活動の支援を目的に設置されておりましたが本年3月31日に解散しておりますこのため令和4年度の決算につきましては 地方自治法の規定によりすべての厚生市町において監査委員の審査を受けた後その意見を付して議会の認定を求めるものでございます。令和4年度太田川原野江川地水水防組合会計につきましては予算総額が720万円に対しまして決算額は歳入が612万8,000円。 歳出がが万万千円円差引残額が57万5千円となりましたなお差し引き残額は厚生市町の議会全てにおいて決算認定がなされた後分担金の負担割合に応じて各市町へ精算されるものでございます。以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 監査委員から発言があれば、発言を許します。はい、朝日奈代表監査委員。登壇願います。監査委員の。 浅井田でございます。大田川・花の谷川地水水防組合会計の決算審査について申し上げます。本決算は、当組合が解散したため、令和5年3月31日をもって打ち切られました。令和4年度の歳入・歳出決算を地方自治法、 第292条の規定に基づき地方自治法施行令第5条3項により森町長から審査に付されたため去る10月26日岡戸昭夫監査委員とともに審査を実施いたしました審査に当たりましては大田川春の谷川治水水防組合会計 歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収入に関する調書、その他関係帳簿等につきまして、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、 関係省庁簿及び証拠書類など照合いたしますとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により行いました。決算結果でございますが、審査に付されました令和4年度本決算書、庁書,書類は関係法令に準拠して作成してされておりまして、 違法不適切あるいはケースの誤りは認められずまた関係所長簿、証拠書類の処理も適正であると認められたところでございますなお審査の概要と所見を決算審査意見書として提出をしてございますのでよろしくお願いいたします今後は組合の解散により継承された 事務を適切に履行するとともに、流域、島市町と連携し、太田川水系の河川整備のため,にための活動に努力していただきたいと存ずるところでございます。以上でございます。 以上で本日の日程は全部終了しました。次回の議事日程の予定を報告します。12月12日午前9時30分、本会議を開き、各議案に対する質疑を行います。本日はこれで参加します。なお、お知らせいたします。休憩の後、10時35分から全員協議会を開催しますので、 委員会室にお集まりください最後に相互の礼を行いたいと思いますので全員のご記述をお願いします相互に礼お疲れ様でした